り最短食べるの違う。道路の入り口の停止線が途中で切れてるか全部入ってるかで通過どうかっていうの判断がつくんだけど、この間も普通じゃなかった通勤中に大丈夫だったら切れてるよって言って、いや、これは教習所で教えるべきじゃないかって書いてある人って、標識が見えない時は結構それを頼りに判断してるよって。車の場合は線路が完全にあったらそっちに入ろうとしないのよ、交差点の時この感覚ができた。私だってこうやって後援会から後援会と渡り歩く後援会やだって今日は営業が昔あの堤防だったかもしれない。一方では未来社会における企業の将来、一方では未来社会における商社の利益。スマートフォンが労働組合会長の東口の正面だからこの道でいいと思うんだけど、高潮で完全に水が入って海の水が来たことあるのかしら。ニュースで、ニュース映像で動いてるんだけど完全に海になっちゃってる。私の体験からお話ししましょう。川も全部飲んだ、堤防持ち上げたんです。田舎のおばんところへ完全な休養を取り出し、よろしく頼むって言ってこうね。私のおばは田舎で小さな牧場をやってるんですよ。娘が横浜へ行って、ケーキも入ったんじゃっけ。ケーキも東急も近くで入ったけど、何しろそこは土砂降りの雨で、もう一週間もこれが降り続いてるんです。はい。渋谷から来てそこまでだったのが、今あれ、あの、港宮駅の直通になってるやつは、東京。東京。東京。雨でボロボロになった関係は、他に落ちてたわ。途中にあの、遊歩道にしようとかなんとか言ってくるやつがあるって言ってた。歓迎の流域。高架になってて、今、何も使ってない。
このクレーンどこだったんだ。クレーン車じゃなくてクレーンの台みたいなのを設置したの。下っかグレーのものしかない。やっとここから私のベッドに寝静まったと思った頃、シャモのやつが扉を作りにしました。私は違ってんじゃないだろ。私は箱を箱って目玉を押して窓を開けました。あ、アリさん、おはよう。たっぷり休養された。おい、どこにも水なんてあふれてないじゃないか。でもね、少なくともおじさんの頭の中から仕事のことは追っ払えたでしょ。ゆうべ、この音楽に気がつかなかった？この曲、動物の死に臭いよ。Thank you.
この前もう一本にパズルって話したのこれ夢の話だったパズルらしいだとトヨペットだとかなんとかとかカローラテントとかさなんかわかんないけどどこで何やってるかわかんないしさプリウスだけはどこでも売ってんだけどホンダという前に交換したのかなそんなにいろんなものを取り扱うの大変でしょうね。整備する人はマニュアル見てやるだけだから、超特殊な車両だけは、何車だって変わると思ってる。このパチンコ屋さんやっとなくなったね。そこパチンコ屋じゃなかったっけ？なんか閉まった。閉鎖してた。不動産屋さんなんだろうけど、なんだと思うよね。不動産屋までないと、不動産じゃ、なんか、何って感じだね。町の不動産っていう人かもしれない。下に漢字で書いてる。模様の方が打ちたいな。